ダークタクトおすすめ錬金のお時間です。おはこんばんは、タンチョンです。今回の内容はドラクエ11イベント第2弾装備3種について効果考察やっていきたいと思います。よろしければぜひチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いいたします。今回は時渡りの迷宮においてウルノーガの杖が50回、魔竜のナイフが50回とミッションがあって、でイベントミッションの方にも100回ずつ錬金して錬金の賞を確実に獲得していきましょう。4周年でね、またいい装備来ると思いますので、6枚8枚10枚と貯めておくといいと思います。では早速いきましょう。まずは1つ目、こちら魔竜のナイフとなっておりまして、魔竜ネドラの専用効果がある装備となっております。 A ランクの探検で、入手場所はイベントクエストの 4-4、制限はなし。こちら類似比較装備としましては、探検でソートかけると、最近で言うとこちらですね、ほぼ同じアクバーナイフ、これが悪魔系の生き力となっておりまして、火力で比較するならやはり羽ばたきの剣、こちらが威力盛りになっている方はこれで十分なんですけれども、もう一つはやっぱりこちらですね、ドラゴン系の生き力が上がって素早さも上がるドラゴンクロー。魔竜のナイフは今回 MP が上がるということで、若干使い勝手変わるんですけれども、この辺と比較してもらったらいいかなと思います。抽選一覧ちょっと省くんですけども、今回ね、魔竜ネドラに関してはメイン特技がネドラブレスになるんですけれども、貫突すると追撃がつきます。こちら魔竜の黒炎っていうね、射程2から4の息中ダメージ、さらに息耐性を稀に下げるデバフ効果がついてる特技が、貫突すると戦闘中5回まで追撃してくれるという形になりますので、これもドルマブレスになります。射程4の追撃があるキャラはかなり優秀なので、魔竜ネドラはワンチャン貫突狙っといてもらった方がいいかなとは思います。ということでおすすめ錬金なんですけれども、私のおすすめはドラゴン系ドルマ属性生き力、こちら3つ盛り、これがいいかなと思います。理由としましては、魔竜ネドラに限らずバルボロス、シャドラン、この辺にも使えるという感じ。バルボロスに関しては暗竜の爪っていうのがあるんですけども、あちらを持ってないよとか錬金そんなしてないよという方はこちらでも代用が効くという形になります。もう一つはネドラの特技が2つともドルマで、どっちにも乗るし、貫突で追撃もドルマでついてくるから、と追撃の火力も上がるから、やはりドルマ属性生き力の方がいいかなと思います。一応代用は効いちゃうので、重要度は 3.0 ぐらいにしときますが、まあ、100回だけでもやってみてください。私もちょっとだけやろうかな。中年までね、スタミナもあまり使えないので、こちらの装備は交換序分でなんとか集めていただくか、探検の錬金石とかね使ってもらったらいいかなと思います。とりあえず一旦これかな。魔竜のナイフはこんな感じです。続きましてこちらウルノーガの杖、S ランクの杖となっておりまして、入手場所はイベントクエストの 3-4、 制限はなし。特殊効果が呪文威力 4% で、種別、属性などタイプに絞られない、使いやすい普通の杖となっております。基礎効果も賢さプラス28なので、類似装備としてはもう完全にこちら魔性の杖と全く一緒です。賢さがプラス28の呪文威力 4%。 魔性の杖ね、錬金もししてる方がいれば呪文威力とか抜群で揃えてたり、賢さで揃えてたりすると思いますので、自分の手持ちでここは比較して作ってみてください。一応ね、天帝の杖が賢さプラス66っていうのがマックスになりまして、こちらウルノーガの杖だとプラス10がマックスなので、30の58、理論値は低いという形なんですけども、呪文威力が 4% 乗りますので、ほぼ同等の火力が出ます。賢さバフかけていけばキャップに届いちゃうので、呪文威力が乗ってる魔性とかウルノーガの杖の方が総合的に火力は伸びるという形になりますので、結構使いやすい装備かなと思います。こちらも普通の杖ですので、抽選数はちょっと省かしてもらって、早速おすすめ錬金に行きましょう。まず魔導士ウルノーガ所持で3突以上してる方、単体の火力上げたいよという方はウルフレア威力、これダメージかなり高いので威力 20% 以上持ってあげると非 HP 回復効果もデバフ 100% ですので、高難度で結構使えるのかなと思われます。そして今回巨大ボスバトル来てますけど、まあ、今後もキャド弱点で来るとなったら巨大ボス用でワンチャン絶対凍土使うかなという感じなんですが、反射負荷付きで
高確率呪いもあるので悪くないんですけども、ここはもう3凸以上してる方、高難度でも闘技場でも使いたいと思ってる方は好みで選んでください。全然どちらでもいいかなと思います。まあ多分闘技場 PVP で使ってる方は大体素早さ盛りとかステータスのハイブリッドつける方が多いと思いますので、これの威力を持ってで使うという場合は大体高難度になるかなとは思われます。理由としましてはやはりバフかけていきますとキャップがねありますので、ステータスが高い高凸になると賢さ盛りが無駄になってしまうので、威力盛りでしっかりダメージをそこから底上げしていくという形になるかなと思います。そして魔導士ウルノーが未所持の方とか所持でも1凸以下低凸で使われる方に関しては凸のステータスバフがないので賢さ盛りがいいかなと思います。私もこれ今回賢さ盛りで作って汎用的に使いやすい杖にしようかなと思っております。多分ウルノーが獲得できるの半年後とかになっちゃうので、最低ラインプラス54ぐらい狙ってもらって作っていこうかなと思います。なんとかね100本集めてきたのでちょっと錬金していきましょう。賢さ盛りがもし私もいらないよ3本以上あるよという方はワンチャン素早さ盛り作ってもらってもいいかもしれません。賢さ28上がって素早さ50ぐらい盛れる杖として使うのも全然悪くないかなと思います。だね、なかなか揃わないのがねこの錬金というやつなんでね、なんかよくわからんハイブリッドですけど3つ揃うかな。頑張って錬金。お、素早さ2素早さ2か。あ、賢さ3つあるやん。オッケーオッケー。私これでいいかな。まあ、どうせ100回やらないといけないので、やっちゃいましょう。これで26なんで、54ですね。妥協ライン乗りました。全然オッケーかな。素早さ3つ盛りとかでもありだけどね。素早さ2の MP1 とか使いやすいかもしれん。よろしくお願いします。錬金レベル2。はい。賢さ MP。完全魔性の杖と同じです。うん。まあ、ほぼこれいいんじゃないかな。ラスト。MP3 つ。MP3 つは微妙ですね。探検の方が漏れちゃうので、まあ、絶対使えないということはないんですけど、はい、こんな感じで賢さ盛り狙ってみてください。重要度は星 4.0 ぐらいにしておきます。錬金の書はちょっと使わない方がいいかな。そんな感じです。そして最後3つ目なんですけども、今回のねイベントヨッチ族の試練というとこがありまして、こちらのねミッションをクリアしたりステージクリアすると時の宝珠というのが獲得できます。これをたくさん集めていただいて交換所の期間限定のこちらで勇者の兜が10個で獲得できます。 B ランク以下はちょっと難しいかもしれないので、なんとか A ランク頑張って入れていただいて A ランクでクリアすれば1ステージ1個のミッションで1個7ステージあるので14個獲得できますので、頑張って10個は取っていただいてこちら勇者の兜獲得していきましょう。新規さんはね結構難しいと思いますので、これはもう復刻待っていただくしかないんですが、取れる方は期間もねまだありますのでしっかり狙ってみてください。ということで3つ目、勇者の兜 S ランクの兜となっておりまして、入手場所は先ほど言った感じ、制限は攻撃タイプと防御タイプのみとなります。補助タイプとかね妨害タイプとかはつけれないのでご注意ください。こちらねやっぱり入手難易度がね結構高いので獲得難しいかもしれませんが、特殊効果にね英雄系デイン属性物理力が 3% つくという装備で、防具で威力が漏れる装備ってねいくつかあるんですけども、それの最高峰となります。基礎効果は守備力12なんですけれども、特殊効果に英雄系デイン属性物理と3つの縛りがあるんですけどね、ただ 3% となっております。これはねやはり4周年の勇者枠がデイン物理というフラグかなと思いますので、4周年のキャラを獲得しようと思っている方はまあ取っといた方がいいんじゃないかなと思います。錬金はねそんな焦ってやらなくてもいいですかね。4周年来てから考えてもいいかもしれません。錬金抽選一覧簡単に見ていきましょう。英雄デイン物理 3% が銅の効果抜くと3つ、プラス 9% のデホと合わせてマックス 12% となります。これ今までの最高が天空の兜とかでプラス 8% かな、理論値で。なので理論値だとマックスプラス 4% 上がるという形になりますね。そして2つ目が英雄系呪文耐性 7%、 これが3つでプラス 21%。 こちらは天空の盾を呪文盛りにしてる方はあちらだとねマックス 26% 漏れます。なのでちょっと弱いですかね。装備制限もあるので使えないことはないですけどちょっともったいないかな。そして HP と守備と素早さが322という形であるんですけども、これもね HP マックス54、守備力マックス39、素早さマックス18ということで制限がねやっぱどうしてもあるので
こちらでレタス盛り作るのはどうかなと思います。ということでおすすめ錬金なんですけども、やはりね、唯一無二性の部分がしっかりありますので、英雄系電属性物理力、これ3つ盛りなかなかねちょっと揃わないし、錬金素材もね集まらないので、いい色味で3つ揃えるのは難しいかもしれませんが、最悪2つ電属性物理力2の英雄系呪文耐性1みたいなのが一番使いやすいかなと思います。錬金ってねなかなか揃わないんでね、そういう妥協点をイメージして作っていくと、錬金素材にも限りがありますので、いいラインで収まるかなと思います。理由としましては、防具で威力がやはり漏れるから、プラス 12% の電属性物理のみですが、やはり勇者枠のね必殺とか高ダメージ出ますので、やはりでかいかなと思います。一応比較装備としましては、黄金の兜とか天空の兜があるんですけども、この勇者の兜は完全に黄金の兜の強化版と思ってください。重要度は星 4.7 としておきます。狙いはねプラス 10% 以上それはつけれたらいいんですけども、合計でね最悪32の 5% のデフォと合わせて 8% プラス呪文耐性1みたいな感じで作っても全然それでも最高火力出していけるかなと思いますので、そんな感じで狙って作ってみてください。もちろんね2次金金とか32%みたいな 7% プラス 3% の 10% 作れたらほぼ完成品になるかなと思います。もし錬金される場合は、錬金の書2枚は必須です。素材がこちら兜の錬金石 S もしくは万能の錬金石 S しか錬金ができないので、そこだけご注意ください。やはりねこちら大魔王の仮面とかめちゃくちゃ強いですし、私物理力 4% の物理耐性 11% これでもめちゃくちゃ使えます。そして類似で言うと天空の兜ですね、物理力が私 6% の守備力1みたいな感じになってます。たまにね高ダメージ狙っていきたいとき、やはりこれ結構つけますので、作っておくといいですかね。一応ね英雄系デイン物理のキャラを並べるとこんな感じで、やはり最強が竜大ですね。竜大の火力爆発的に上がると思います。そして必中デインのソロ、2ターン目に必殺が打てる勇者姫アンルシア、この3人ぐらいがベストかな。あと4周年のキャラになるかなと思います。ロトとかワンロトに関しては必殺技になりますので、あんまりつけないとは思いますが、やはり攻略のねメインになってくるところにつけれる装備なので、錬金素材が兜がね溜まったら錬金してみてください。ということでいかがだったでしょうか。もうすぐ4周年ですね。私も楽しみにしております。一緒に楽しんでいきましょう。よければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた、さよなら。